栃木県道119号猛火岩瀬線、猛火市東大島栃木、茨城県境付近栃木県道、茨城県道119号猛火岩瀬線は、栃木県猛火市から茨城県桜川市に至る一般県道である。栃木、茨城県境から終点までの 0.9km の区間は連続雨量 200mm 以上で通行止め規制となる。この 大手坂と呼ばれる県境付近は道幅も狭く急坂であるため通過には注意が必要である。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、 通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複印のものにあっては、当該道路の路面の複印から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。ありがとうございます。